ぱいあるから、うん、この塩昆布さ、お弁当入れるとすごい変な味になる、うん、日が経つと時間がない、美味しいね。甘い。うん。ね、かぼちゃ美味しくない？うん。美味しい。今日結構いろいろ。煮詰まったかな。白菜は切れない、うん、白菜が美味しい季節よ。ご一緒ございました。ごちそうさまでした。せーの、ほい。じゃん。おお。おーおーおお。すごいじゃん。バッチ。あ、でもさ、前みたい学習しないね、私も。こっから取り出すの大変だね。確かに。学習しないわ。綺麗に切るじゃん。まあね。半分ぐらい食べる？4分の1だ。自信作。ほらね。美味しいでしょ。うーん。美味しい。ね。上手にできた。美味しい。え、いいね、固めの。美味しい秘訣をさ、当ててみて。砂糖、生クリーム。それはいつも、はい、普通クリームチーズ、うん、ちょっと大人な感じで仕上がってるの。ちょっと待って、クリームチーズは入ってない、ちなみに。うん、
に感じる。ブラックチョコレート。え、結構存在さつまいも。かぼちゃは言うてるやん。シナモン。ああ、がっつりあるじゃん。このソースにいる。いない。うん、いないわ。うん。うん、美味しい。うん、美味しい。美味しいね。いただきます。あ、ごめん。体にいいしね。うん。ね、なんかポン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 。話は完了して。じゃあそこに出してみると。うん。すごいよね、私もそれでやろうかな。いい、うん、何を店開く。いやもう最悪家でもできそうじゃない。本当に、うん、だからこういうのを作る工作でもやるかとか。あれ、その委員会で、そうそうそう、いいと思う、うん、どう、じー、何しとるの。いただきます。卵の、うん、ユッケ的だ。ほうほうほう。うん。うん、美味しいじゃん。あ、いいじゃん。うん。それをする。これはいいわ、うん、いいよね、うん、いい、まあ、だいたいわかる。おいしい。ウスターソースが美味しい。わかんないね、あの大福。うん、うん、うん。
しいと思うんだ。食べにくそう。ラズベリー、うん、ムースみたいな。こっち紅茶じゃない、こっちが紅茶。久々のほうれん草、美味しいね。小松菜、小松菜です。トロトロだね、うん、リンゴが入ってる、うん、ちょっとデザート系、うん、レーズンだ。え、たまにはいいじゃん ね。意外、この組み合わせ甘くて美味しいね。甘い。あ、これなんかさ、変瓶に入って変な物体あると思ったらレーズンだったんだね。変な物体って言わない。発酵中だから。あれ発酵してる。普通にも食べれる。水に浸かったレーズン、酵母を起こしている。私もちょっと先生腐ってるってこと。うん、腐らせちゃダメ。発酵怖っ、ね、うん、大丈夫。変な匂いしてないから。え、上に乗っかってる。でもね、こういうものが、それはまあ別で食べてもいい。美味しくない？美味しい。なめたけ、なめこ、なめたけ、違うな、瓶のなめたけ、そう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 、お、別、上に乗せてるってことだ。うん、けど、ほんと、あのね、炊き込みご飯だけでも美味しいの。うん、ね、美味しくない？美味しい。レンジで2分で作れる、なめたけ。あ、これ作ったの？うん、うん、上手。うん、うん、買ったやつだと思ってた今、瓶の。いや、思ったでしょ。うん、うん、抜きが余ってたでしょ。うん、え、いいじゃん、これ。ちなみにこのリンゴはめっちゃ蜜入ってるの。本当だ。だからちょっとサラダにするのもったいなかった。あのね、おでんの素を入れたの。美味しくない？ちょっとこれ抜きで美味しいんだよ。美味しいよ。うん、ふん、これも美味しい。うん、美味しいの。前は包丁も握れなかった。握ったわね。あ、でも握れなかったね。こう先生してね。そうだね。できなかったね。折れてたからね。どういう？あ、何これ、もっちり。しっとり。最高。じゃんじゃん。うん。必ず
あ、なんか飲みたいですよ。おいしい。うん、コーヒーあるわ。夜だね。デカフェにしてみました。カフェインゼロの紅茶にしてみた。あ、コーヒーはこれ。ありがとう。夜コーヒーちょっと重いときない？全然そう思いました。え、おいしいね。しっとりでしょ。いただきます。おいしいよね。でマスタードなの。うん、小松菜うまい。おいしいよね。キムタクご飯。ちょっと味濃いかも。キムタクご飯っていいよね。うん、もうちょっと定期的に作ろう。うんうん。え、なんでおもちゃ、おもちゃになんかすごいな。うん、特化してんじゃない？安全性とかわかるんじゃない？フェルリンちゃん早いよね。こうやっていつ食べ頃なんだろう。あ、これいいかも。今日食べよう。いい匂いする。ボケたリンゴ。何か作ろう。これはい、これだね。Because I'm mine.